マテリリアアイズのチュートリアルへようこ,そこのチュートリアルではカットパンチの機能の使い方をお伝えします大きすぎて一度にプリントできないパーツがあった場合あらかじめデータ上でカットすることで 3D プリント後に組み立てることができますマジックスにはシンプルなカット方法から 3D プリント現場のノウハウが詰まった高度なカット方法まであります 早速、パーツをカットしてみましょう。ツールリボンにあるカットアンドパンチをクリックし、ポリラインカットタブを選択します。ポリラインカットでは、クリックしてカットラインを指定するだけです。適用をクリックしてパーツをカットします。 カットされた片側を動かしてみると、このようにカットされたことが確認できます。パーツを元の状態に戻しましょう。ポリラインカットでは、このように複雑なラインを描いてカットすることもできます。角が立っていると、組み立て時の破損の原因になりかねますので、ポリラインの角を丸くしたい場合は、 角 R を有効にします。また、組み立て時に使う接着剤の隙間を空けるには、クリアランスを設定します。クリアランスは、このように内側、外側、または両側に指定できます。適用をクリックします。このように複雑なポリラインのカットが作成されました。 またパーツを元に戻します。ポリラインに波形状を加えると、接着面積を増やせるので、プリント後の組み立てがしやすくなります。はじめにポリラインを書いてから、歯にする線分を指定を選択し、波形状を作成したい線分を選びます。表示される画面からは、波形状の種類、角に R を作成するかどうか、 歯のサイズや向きが設定でき、パーツの端に歯がかぶらないように位置をオフセットで調整できます。適用 OK をクリック。また適用します。するとこのように刃付きのカットが作成されました。 パーツを元の状態に戻しましょう断面カットタブにはもう少し高度なカットオプションがありますここにあるカットは表示ページにある断面表示と組み合わせて使いますでは断面線を表示していきましょう ストレート断面カットオプションでは、表示した断面線の通りにストレートカットされます。適用をクリックします。断面表示をオフにします。このような結果となります。では、パーツを元の状態に戻しましょう。はめあいオプションを使うと、 選択された輪郭線にはめ合いが作成されます。もしくは輪郭上で指定した2点間に L 字型のカットが作成されます。まず輪郭を指定オプションを試してみましょう。断面表示を有効にし、断面輪郭線を選択、そして適用をクリックします。断面表示のチェックを外し、カットした片側を移動します。 ご覧のように、片側のカット面のエッジ部分が彫り込まれており、もう片方は突き出した状態になっています。はめ合いがあると、プリント後の組み立てが行いやすくなります。では、パーツを元の状態に戻しましょう。次は、2点を指定オプションを試してみます。 このオプションでは、輪郭上の2点をクリックし、はめ合いを作成する区分を指定します。適用をクリックします。片方を移動させて、 片面を見てみましょうこのように先ほど選択した2点の間のエッジ部分が突き出しています反対側を見ると同様に選択された2点間のエッジ部分が彫り込まれた状態になっています またパーツを元の状態に戻しましょう次に接続ピンピン穴オプションを試してみましょうこのオプションではカット面の片側に接続ピンが作成されもう片方にはピンを差し込む穴が作成されます また断面表示を有効にしますそして適用をクリック断面表示のチェックを外し片側のパーツを移動しますこのように片側のカット面には穴が作成され反対側には 接続ピンが作成されました。はめ合いと同様、接続ピンを作成すると、位置合わせが難しい部品などを組み立てやすくなります。以上、このチュートリアルでは、カットパンチ機能の使い方をお伝えしました。他のチュートリアルも合わせてご覧ください。